あと2つ。 J116 位ジュビロ磐田への挑戦権を首都圏の両チームが争います。この時間は 2018J1 参入プレーオフ2回戦、横浜 FC と東京ヴェルディの一戦をお送りします。まあ、木曜日の練習を見に行った時は、まあ、復帰をしていて紅白戦もプレーをしていたんですが、どうやら競技は間に合わなかったようです。ハルキン・ヨンアビンが深いところでコーナーキックを得ました。リヨンジは公式戦3試合ぶりのスタメンということになります。中は3人、クロスが入る、今ヘッドポスト、クリア。横浜 FC ビッグチャンスでした。頭を抱えた今、こう張監督のね、あの指導を受けてきたっていう感じしますよね。田村のクロス、林こぼれて、お折り返した、林シュートブロック、まだある、井上倒れた、フリーキック。これクロスいいボール入れましたね。ここでリオンジが突っかけて、林のシュートはブロック、4アピンでした。でこの後です、セヌマが足をかけてしまいました。佐藤がボールをセットします。その近くには香川と井上もいます。ゴールまでの距離は18メートル。佐藤の右足、壁に当たりました。セカンドボール、香川前に送る、跳ね返す横浜 FC、 上げていく、キーパー上福本、キーパーへのファールがありました。上福本は今シーズン大分から完全移籍で加入をして、キャリア初の全試合フル出場を達成しました。上げていく、いいボール、跳ね返すヴェルディ、リバが走る、香川の対応、いや佐藤の対応、佐藤もね、何回もこういうところでこうファールもらって、あのマイボールにしてますから、非常にいいプレーですよね。自分がボール持った時も失わなくて、はい、その辺がすごくいいですよね。ここで前半終了のホイッスルです。プレーオフの2回戦、横浜 FC と東京ヴェルディの一戦は前半を終了して0対0、スコアレスで試合を折り返します。